皆さんこんにちは、こんばんは。レゴニュースのスタッツです。今回はレゴショップ公式ストアで公開された新商品購入特典プレゼントキャンペーン、製品化される予定のコンテスト優勝作品などレゴブロック最新情報をお届けします。まずはレゴショップ公式ストアで3つ同時に公開されたレゴスターウォーズの新商品から紹介します。最初のセットはこちら75371中ばっか。ピース数は2319。レゴショップ公式ストアの発売価格は27,480円。発売日は9月1日。レゴショップ公式ストアで予約販売中です。見てください、この中ばっかを。かなりリアルな毛むくじゃら感だと思いませんか？ちょっと硬そうな毛ではありますが、映画で見たのと同じモフモフ感です。この顔もよく見てください。毛の中からちょっとだけ覗く牙と目、作中の中ばっかに近いルックスです。いつものあの声が聞こえてきそうです。高さは約46センチで、人と並べるとこのぐらいです。なかなかの大きさですね。おなじみの情報プレート、そして中ばっかのミニフィギュアも付属しています。ミニフィギュアの棒キャスターはスタッドシューターになっています。2023年はジェダイの期間公開40周年記念にあたりますので、箱にもそのロゴマークが印刷されています。部屋に飾るとこんな感じです。八角形の専用の台座に立って武器を構えています。この中ばっかは夜みんなが寝静まった後に家の中を歩いているなって思います。すごくいい表情。中ばっかは9月1日発売ですが、レゴショップ公式ストアで予約販売中ですので、気になる人はこの動画の説明欄から行けるレゴショップ公式ストアの商品ページで予約注文しましょう。次は8月23日からディズニープラスで独占配信が始まるスターウォーズの実写ドラマアソーカに登場する宇宙船のレゴセットをチェックしましょう。ドラマアソーカはスターウォーズ反乱者たちの続編で、マンダロリアンのスピンオフ作品でもあります。アソーカはもともと正義感あふれる情熱的なキャラクターですので、このドラマも激アツな展開になることは間違いありません。ドラマアソーカのレゴセット、最初はこちら75362アソーカタノのジェダイ T6 シャトル。ピース数は601。レゴショップ公式ストアの発売価格は1480円。発売日は9月1日。レゴショップ公式ストアで予約販売中です。こちらがジェダイ T6 シャトルです。翼が大きく A のような形をしていますね。T6 シャトルは2011年にも発売されています。2つを比べると、新しいモデルの方が落ち着いたカラーリングで高級感がありますね。ランディングギアを収納すると、着陸モードから垂直スタイルの飛行モードに変形します。コックピットの上のスタッドシューターで敵を攻撃して遊びましょう。キッズと比べたサイズ感はこのぐらい。幅は約27センチです。垂直の飛行モードで敵を攻撃しよう。ミニフィギュアは主人公のアソーカ、宇宙船ゴーストのクルーでマンダロリアンのサビーヌ、ライトセーバー技師のドロイドヒューヤング、ダブルブレードライトセーバーを持ったヴィランのマーロック、計4体が付属しています。サビーヌはアニメ反乱者たちの主要キャラクターで、アソーカとも親交がありました。ドラマアソーカでも物語に深く関わる主要キャラクターになりそうな予感です。75364新リパブリック E ウィング vs 新ハティのスターファイター。ピース数は1056。レゴショップ公式ストアの発売価格は15,180円。発売日は9月1日ですが、こちらのセットも現在レゴショップ公式ストアで予約販売中です。新共和国の E ウィングとヴィランシンハティのスターファイター2機セットです。青と白の機体が E ウィングです。この機体はスター・ウォーズの映像作品では一般的ではないと思います。操縦席の下にはブラスターを入れておくことができます。 X ウィングなどと同じようにコックピットの後ろにアストロメクドロイドを取り付けることができます。パイロットはやや後ろに傾斜した状態で座るようです。スタッドシューターも装備しています。ランディングギアは収納式なのでかっこよく飛行できます。黄色い機体がシンハティのスターファイター。翼が機体前方についています。こちらの機体もパイロットは後ろに傾斜気味で座ります。コックピットの前と後ろ両方にライトセーバーやブラスターを収納するスペースがあります。スタッドシューターも装備していますので、新リパブリック E ウィングと空中戦で遊びましょう。ミニフィギュアは赤いライトセーバーを持ったヴィランのベーランスコール、シンハティ、パイロットのキャプテンポーター、監督官モーガン・エルズベス、アストロメックドロイドが付属しています。ヴィランですが、現時点ではあくまでも予想ですが、おそらく年配の男性ベーランスコールがメインヴィランで、若手のシンハティがその弟子ではないかと思います。予想なので違うかもしれませんけどね。この2人のミニフィギュアが持つライトセーバーは従来通りの赤ですが、ドラマー草加の予告映像ではこれまでのシスとは違う薄めの赤、若干オレンジ色のライトセーバーを使っているように見えます。この辺の設定がどうなっているのかはドラマを見てからのお楽しみですが、ただの考えすぎかもしれません。ちなみにベーランスコールを演じたレイ・スティーブンソンは2023年5月に亡くなっています。作中ではどのように活躍するのか、そしてどのように退場するのかが気になります。9月はドラマ「アソーカ」に登場する別の宇宙船「ゴースト」も発売になります。皆さんどれが欲しいですか？ T6 シャトルとシンハティのスターファイターはレゴショップ公式ストアで予約販売中です。気になる人はこの動画の説明欄から行ける商品ページで予約してください。この動画へのいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。レゴマーベル76232フープティピース数は420。レゴショップ公式ストアの発売価格は 12,980 円。発売日は10月1日です。11月10日公開予定の映画「ザ・マーベルズ」に登場する宇宙船です。もう少し早めに発売される予定でしたが、映画公開が延期されたのに合わせてレゴセットの発売日も変わったようです。色はほぼグレー一色ですが、丸みを帯びた可愛い宇宙船ですね。この機体は最先端な雰囲気のデザインですが、フープティというのは英語でオンボロな車、使い古した車を意味する言葉です。作中に登場するフープティには、例えば機体を蹴っ飛ばさないとエンジンが始動しないなど、その辺のニュアンスを含むような特徴やバックグラウンドがあるのかもしれません。ミニフィギュアはキャプテン・マーベル、フォトン、ミズ・マーベルの3体が入っています。コックピットがこのように大きく開きます。そのコックピットにはミニフィギュア3体と猫型エイリアンのグースを含む猫フィギュア3匹全部が一度に乗り込めるようです。ワイガヤな感じで楽しそうですね。スタッドシューターもついています。女子会開催中です。ミニフィギュアと猫が多く、パワーブラスターパーツも付属しており、この宇宙船一つでも戦闘ごっこをして楽しめますね。レゴブリックヘッズソニック・ザ・ヘッジホッグとソニックシリーズのメカ担当テイルス、2体セットではなく別々に販売されます。ピース数はソニックが139、テイルスが131。価格と発売日はどちらも同じで、それぞれ 1,580 円と9月1日です。最近レゴブロックで勢いのあるソニック・ザ・ヘッジホッグのブリックヘッズです。ソニックは青い毛と素肌の部分、白い目、そしてハリネズミらしいトゲトゲした感じも再現されていますね。テイルスは大きな耳とモフモフ感のあるお腹が可愛いです。特徴である2本の尻尾もこのように再現されています。ソニックとテイルスのブリックヘッズは2つ同時に購入して並べて飾りたくなりますね。購入特典プレゼントキャンペーン、7月21日からレゴショップ公式ストアで新しい購入特典プレゼントキャンペーンが始まりました。もらえるプレゼントはこちら、想像力で楽しもう12in1。プレゼントをもらうために必要な購入金額は1回計 15,000 円以上です。予約商品でも OK です。キャンペーン期間は8月6日までですが、期限前でも在庫がなくなり次第終了となります。このセットは飛行機、ヨット、小さな山小屋、カニ、コアラ、ライオン、サンゴ礁、灯台、砂の城、アイスクリーム、メリーゴーランド、焚き火以上の12個のミニモデルを作り変えて楽しむセットです。カニとアイスクリームは一度に組み立てることができますが、全てのモデルを同時に作れるわけではありません。キャンペーン期間は8月6日までです。8月1日に新商品が発売されますので、それまで残っていれば新商品を買ってプレゼントをもらうのが良いかもしれません。多分8月1日まで残っていると思います。将来の購入者プレゼント用セット。レゴアイデアで開催されていた独身の日コンテストの結果が発表されました。優勝作品はこちら。リーディング、リーディング、アンドリーディングというタイトルです。日本語に訳すなら、本を読め、いいから読め、とにかく読めといったところでしょうか。背の高い本棚とはしご、書斎の机と大きな椅子、読書中の人物が一人という内容です。アメリカやヨーロッパにははしごを使わないと本が取れないような背の高い本棚が普通の家にあるのでしょうか。この作品は購入特典用セットとして製品化される予定です。今紹介している作品画像は応募段階のものなので、実際に配布される製品は若干異なるデザインになります。配布時期は来年になるでしょう。女子ワールドカップが始まりました。レゴショップ公式ストアではサッカーがテーマの商品を複数販売しています。フィールドのヒーローたち。元日本代表長里佑樹選手、アメリカ代表ミーガン・ラピノー選手、ナイジェリア代表芦里乙原選手、オーストラリア代表サムカー選手、計4名の名プレイヤーのミニフィギュアが入ったフィールドのヒーローたちは、プレイヤーを動かして遊んだり、観客席のウェーブを再現することができます。応援グッズとしても活躍しそうです。女子ワールドカップは日本の優勝も期待できますので、レゴブロックで遊びながら応援もしちゃいましょう。テーブルサッカー。テーブルサッカーは実際に選手を動かして遊ぶことができます。いろいろなタイプの選手が作れるように、ミニフィギュアの髪の毛と顔のパーツがたくさん入っています。フィールドのヒーローたちとテーブルサッカーは現在レゴショップで期間限定セール中です。セール期間は不明ですので、気になる人はレゴショップ公式ストアで即ポチしましょう。今なら1回計15,000円以上購入すると、先ほど紹介した想像力で楽しもう12-in-1がもらえます。レゴショップ公式ストアのセール会場へはこの動画の説明欄から行くことができますので、ぜひチェックしてください。以上、7月のレゴブロック最新ニュースをお届けしました。スター・ウォーズやザ・マーベルズの宇宙船、ソニックのブリックヘッズなど、見ていると全部欲しくなってしまいますね。皆さんはいかがでしょうか。レゴブロック最新情報は、スタッツ公式サイトで毎日配信しています。この動画の説明欄から行くことができますので、YouTube と合わせてぜひご覧ください。それでは次回のレゴニュースもお楽しみに。